記号 PR 記号国際テニス連盟は4日、男子テニスでトマス、ベルーシ、ブラジルにドーピング違反があり、昨年9月1日から今年1月末まで5ヶ月間の資格停止処分を科したと発表した。最高ぐらいが世界ランキングに11位のベルーシは摂取していたビタミン剤に禁止薬物が混入していたと主張している。共同。